和骨っていうのはね、和骨、放送の枠といいお疲れ様です。和骨です。そうです。友達に宣伝しまくった。ナイス。もっと、もっと足りない。マイマイのおかげでメロチンさんに出会えた。音ゲーって素晴らしい。おー、そっから出会ってくれてありがとうございます。あのね、結構ね、いろんなとこから出会いがあるんですよ。だから、この間の FM360 度のイベントもね、実はあの、ショコタンの振り付けをした生放送をきっかけに北海道から来てくれた人なんてもいてね、すごい出会いというのは、そうですね。暖房はね、嫌いなんです。なぜかというと、あの、エアコンの風が僕、喉やられちゃう人なんですよ。あんま好きじゃないんですよ。だからやるとしたら、あの、ヒーターみたいなのつけますね。うん。キャラメルロゼっぽい、なんかいい色。ありがとうございます。前髪パッツン。そうです。自分で切りました。失敗しました。お疲れ様です。本当に。ファーファーがいる。プーマなのにヒョウ柄。そうなんですよ。名前呼んで、小岩さんこんばんは。かすみんさんこんばんは。本社カフェ楽しかったです。ありがとうございます。青森雪降ってるよ。雪見たいな、早くな。しょうちんさんこんばんは。今日はデレだね。そんなことないでしょ。いつもデレ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 だよ。私、ご手半ついてますか？ついてません。よかったらつけていってください。先週の金曜日、就職決まったの。おめでとうございます。ありがとうございます。若津です。劇団四季つぼりすぎて、今極めてお前こそ、ヘラ、ヘイマメラ。私もめっちゃ宣伝した。ナイスです。ピアス何個開いてますか？ 2 個開いてたんだけど、もう2個とも塞がってまーす。今つけてません。メロチンって動画のイメージと違います。ほんと？よく言われる。布団でゴロゴロしてます。俺も。何歳から踊ってますか？ 15 歳です。トゥルティニアンテナ可愛かった。ありがとうございます。メロチンの生ホ、初めて来た。生ホ！生ポみたい、ちょっと。生ポみたい。ってごめん、全然あかんねん、この放送してると。コメントがどんどん流れていく。メロチンってヒゲ薄いんですか？いや、ちょっと今生えちゃってるんで逆に今剃っていいですか？オッケーっす。メロチンはタバコ吸わないで